ませんジンノットおもさんジンノットおもさんですか何のゲームなの？人狼か。どういうゲームやん。どうやん。嘘つくゲーム？嘘つくゲーム。嘘をつくゲーム。何嘘つくゲームって。嘘をつくゲームって何だよ。大根さんにやらせたら、大根さんにやらせたら何それ、一等賞じゃない。かっこいい、知ってるよ、お前。笑っちゃったら、笑っちゃったら面白くなくなっちゃうの。笑っちゃったら面白くなくなっちゃうのに、笑っちゃったよ、自分の画面見て。笑ったら面白くないな、これ。淡々と食うから面白いんだろ、これ。笑っちゃったよ。台無しだよ、これ。台無しだわ。この笑いのセンスっていうか。この今、俺が作った、作り上げてきた、この笑いのね、笑いの、積み上げてきたものが、今でも終わっちゃったよ。あ、正直俺たまにこの芸やるけど、もう芸って言っちゃったらおしまいじゃん、これ。これなんでこういうことしようとしたかっていうと、これヒントは桃入さんだった。桃入さんが、今桃菜かな、まあ、すげえなんかラーメンとか汚く食ってて、まあ、こんなアップで食ってないんだけど、あ、汚く食ったらコメント稼げるんだなと思って、こいつ汚ねえみたいな感じですげえコメントはしてたんですよ。ふわっちで見たんだけど。これだって思って、
あと、ロハコさんを見て、ロハコさんってなんか気持ち悪いじゃないですか、めっちゃ。もうあれ、なくなっちゃったけど。気持ち悪いじゃね、気持ち悪いことするとコメントすげえ走るんですよ。これだって思って。で、汚く、気持ち悪く、アホみたいに食ったら、コメント稼げんだと思って、口元をアップにちょっと汚く食えばいいのかって気づいちゃった。これあんま言わない方がよかったかな。ラーメンやめるか、もうこれ言っちゃったから、ネタバラシしちゃったからもうやめるか。言わなくてもわかるや、別にさ、まあ、そりゃわかると思う、そりゃこれがネタだっていうのは、コメント稼ぎだっていうのは、正直、わからない人はどんだけ鈍感でバカなんだよって感じだけど。でもさ、俺が言っちゃったらおしまいじゃないこれ。やってる本人が言っちゃったらおしまいじゃないこれ。人狼人狼って、あ、でもそれは俺前一回誘われたことあったわ、今思いました。すげえ前に俺誘われたわ、人狼やりませんかって。忘れてた、もうすげえ前だから。多分もう1年近く経つんじゃないのかな。一回俺なんか誘われたわ、人狼やらないって誰に、忘れた、誰に誘われたんだか忘れたけど、誰かに誘われたぞ。誰だっけな。あ、どうも2000ポイント、あー500ポイントどうも。なんだっけ、なんで誘われたんだっけ。でもなんか誘われた、それ。多分ね、案件だったと思うけど、ギャラの話はされなかった気がする。ギャラの話はされなかったけど、おそらく案件だなと思った。なんかね、なんか言われた気がするわ。でもなんか軽く聞いてただけだからよく覚えてない。すげえ前にそういえば言われたわ。なんか、人狼がどうのこうのと。な、あれみんな案件なのかね、今やってる人。え、これ何、無料チケットなのこれ。何なの、騙し合うゲームって何のゲーム、騙すゲームって何だよ。何をどういうふうに騙すの。